こんにちは、モーです。よろしくお願いします。皆さん、鹿児島には変わった地名が多いのをご存知ですか？地名だけではなくて名字も変わった読みにくい名字が鹿児島にはたくさんあります。上白石萌音さん、モカさん姉妹や北昌さゆりさん、めぐみとしあきさん、そしてルーツが鹿児島のぬくみめるさんなど、鹿児島には独特の名字や地名が挙げればキリがないぐらいあります。今回の動画はそんな鹿児島県内の難読地名を全50も紹介いたします。前回私が取り上げた難読地名の拡大版になります。かぶっている部分もありますが、以前の難読地名の動画同様にチャレンジしてみてください。また初めての皆様には最後までご視聴チャレンジをよろしくお願いします。また最後には正解数に応じてランク付けをしてみたいと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。
はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。それでは某観光交通名物のランク付けを格付けチェックをさせていただきます。まずは正解数0問から3問正解の皆様、間違いなく完全他県民レベル、基本中の基本の地名が正解できていないレベル、さすがに県民県出身者の皆様がここにいてはいけません。次は正解数が4問から9問正解の皆様、移住鹿児島県民レベル、鹿児島県生まれではないが少しは地名を知っている皆様、まだまだ伸びしろがあります、頑張りましょう。次です、正解数が10問から15問の皆様、一般鹿児島県民レベル、これだけは知っていてほしい地名を押さえています、安心してください。次は正解数が16問から21問の皆様、中級鹿児島県民レベル、かなりの鹿児島通です、胸を張ってください。それでは次は正解数が22問から29問の皆様、上級鹿児島県民レベル、ここまで来ると自慢できます、知識をひけらかしましょう。次は正解数が30問から35問の方、鹿児島観光ガイドクラスレベル、圧倒的な知識度を感服いたします。そして正解数が36問から40問の皆様、鹿児島検定、鹿児島観光文化検定グランドマスタークラスの皆様、最上位のあなたは今すぐ観光ガイドに転職いたしましょう。そして41問から45問正解の皆様、県民から拝まれる菩薩様、地蔵様クラス、まさに菩薩はあなたです。そして46問から49問正解の皆様、
ほとんどいないと思われますが、西郷隆盛や大久保利通などの偉人と同級生クラスレベルの皆様、何か美薬を飲んでここまで生きながらえたのではないかとの知識を疑っております。そして最後、全問正解パーフェクトの方、いないと確信しつつランク付けいたしました。もしいたら、あなたが天宗建立の神話の人物かもしれません。そうなら鹿児島の隅々まで知っていて当たり前ということで、あなたは神話の神々レベルです。はい、ということで皆様のランキングはいかがだったでしょうか。鹿児島は南北600キロ、東西270キロの広大な県土にいろいろな難読地名があります。本当に読みにくい、読めない地名がたくさんありますが、今回の動画が皆様の参考になれば幸いです。これからもこのチャンネルでは様々な鹿児島に関することを取り上げてまいりますので、チャンネル登録がまだの方は見逃さないためにもチャンネル登録を、またよかったらグッドボタンをポチッとお願いいたします。そして難読地名の思い出や、こんな難読地名があるよというのがあればコメントにしていただけると幸いです。また他にも鹿児島に関する動画をたくさん上げておりますので、そちらもよろしければご視聴をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。